また危険な目に遭うかもしれないぞ。お？事件のこと？よし！それならまず、ラブホテルの事件から行こっか。なんだ、それ。これ、現場でタクが撮ってた録画データ。警察に消される前にストレージに上げておいたの。この間来た時から気になってたんだけど、電気ポット変わった？前はもっと、あ、ここ物置にしたんだ。なんかテンション高いな。事件を追うのが楽しいのか？というよりただやりたいことは行けるところまで行かないと気持ち悪いだけ。結果はどうあれ、そうじゃないと意味ないじゃん。人間いつ死ぬか分かんないんだから。せっかく今死んでないのに。そしたら元のストレージのやつは削除してくれ。お？なんで？物が物だからな。他の人間に見られたら困る。このストレージ、私が個人的に使ってるやつだから大丈夫だろ？それでもだ。誰でもアクセスできる可能性は少しでも潰しておきたい。そうだな。お前のポケコンのやつも念のため削除してくれ。オッケー。トク、何してるの？カッコン島を作る。カッコン島？え？どこの島？飲み物だよ。ゲンさんにもらった。吐き気を抑える効果があるんだ。へえ、よく知ってるね。常識だよ。正確には中に入っている生姜に。タク、このページ？履歴があるけど。そうだよ。一応確認を取ったんだ。情報は裏を取らないといけないから。あ、ほんとだ。ありがとう。ゲンさん、いい人だよね。好きだな、私。酒癖の悪さはどうにかしてほしいけどな。でも、タクが公園で気許してるのってゲンさんだけでしょ？やっぱりいい人だよ。オッケー、削除したよ。Thank you.
26分。そんなにあの部屋にいたか。違うと思う。あの時タクが気を失ってすぐに警察が駆けつけて、で私も気持ち悪くて吐いちゃってたんだけど、いつの間にかタクが落としたスマホを自分のポケットに入れてて。それで警察に連れてかれるパトカーの中でスマホのことに気づいて、そこで私が録画ボタンを止めたから。よく警察に消される前にストレージに上げる暇があったな。たまたまだよ。警察に着いた時にまた気持ち悪くなっちゃってトイレに駆け込んで、そこであって思いついたの。いや、すごいと思う。大丈夫。確か僕が床を踏み鳴らしたんだ。あ、うん、そっか。進むぞ。タク！
天井か。おい、どうしたんだ。オノエ、大丈夫か？ねえ、トク、最後のとこ、何か変なの映ってなかった？何？部屋の奥に進んでからさ。ほら、ここ、これこれ、窓の外。あ？あ。なんだ？これ。虫かな。こんなでかい虫がいたら、クルスが建物ごと爆破しに来るぞ。じゃあ、いたずら書き？いや、ちょっと待って。なんかどっかで。違うって。やっぱりなんかどっかで見た気が。ようはただいま帰った。待たせて悪かったな。もっと静かに入ってきてよ。おお、ゲンさん、この前はありがとね。この前ラブホテルの事件のこと教えてくれたじゃん。おお、そうだったか。まあどうでもいい。事件かよかったな。タクは新聞記者になりたいんだからな。ただいま帰ったぞ。なあタク、よく聞け。世が世であるために今日はこんなものを手に入れてきた。ん？どこだ？ねえぞ。一番大事なものもねえじゃねえか。やべえぞ、証明できねえ。ちょっとゲンさん、ズボン脱がないでよ。あった、あったぞ、ジョーちゃん、あった。これ見ろ。見ない、絶対見ない。最低、最低。
だタク、これ見ろ。変わんねえか。あげ。おお、最近よく見んな、それ。え？お？ちょっと、ケンさん？これ、知ってるの？野球してぇなぁ。ケンさん、これ見たことあるの？ああ、なもお前、どこにでもあんだろうよ、これ。例えば駅前の駅前って誰だ？は？駅前って、駅前なんでしょ？渋谷の駅前の。だからほれ、あの、つうかタク、おめえ前に見せてくれたやつにも映ってんだ